11月18日金曜日9時10分です。文化放送がお送りしています。国丸ジャパン、極み深読みジャパンです。第3金曜日です。コメンテーターは作家の佐藤勝さんです。今終わったばっかり、先ほど終わったばっかりの会談のニュースから。はい。安倍総理、トランプ氏と初会談です。安倍晋三総理は先ほど、ニューヨークマンハッタンのトランプタワーにあるトランプ氏の自宅で、およそ1時間半にわたって会談しました。就任前のアメリカ次期大統領と日本の総理による会談は異例で、大統領選勝利後、トランプ氏と外国首脳との会談は初めてとなりました。安倍総理は、アジア太平洋地域の安定と繁栄には、引き続き日米同盟の強化が不可欠など、見解を表明したものとみられます。安倍総理の会談後の記者会見が行われました。はい、要点かいつまんで言いますと、まあ温かい雰囲気の中で行われましたよと、そして就任前の正式な会談ではないので、ここでの詳細というのは明らかにはしませんということ、日米同盟について記者に聞かれ、安倍総理は、この同盟というのは信頼がなければできないものだが、信頼関係を築くことはできると確信したというふうにおっしゃっています。まあ内容についてはほとんどもう述べてないということなんですが、さっきオープニングで佐藤勝さんが安倍総理の表情は非常に硬いということと、今回の会談、就任前の次期大統領とのその会談というのは異例だって今純ちゃん伝えてくれましたが、異例というか異常ですね。異常、はい、というのはどういうことかというと、はい、来年の1月の20日までオバマが大統領ですから、その間全権を持ってるわけですから、はい、対日関係だって決めることできるわけですからね、はい、それですから、それまでの間っていうのは現職重視であるのは当たり前なんです、うん、それだから世界初だっていうのはこんな異常なことをする国がないっていうだけの話です、うん、このセッティングというのはいろいろ言われてる中で、これ当然、うん、アメリカにいる、支え大使ですね。いや、こういうからくりなんですよ。官邸の主導で外務省は本当はやりたくないと思ってるはずですよ。官邸主導で外務省やりたくない、はいはい、実際11月の9日の11時過ぎなんですね、うん、鈴木宗男さんから私に電話かかってきたんですよ、はい、私喫茶店でココア飲んでたらね、うん、急に電話かかってきて大変だと、安倍総理が怒り心頭に走ってると、うん、その前日に外務省の杉山事務次官が安倍さんのところに行って、うん、外務省の方で調査しましたが、我々の分析で、うん、ヒラリー・クリントンが逃げ切ります、大丈夫ですって報告をしたんですよ、はい、そしたら違うじゃねえかと蓋が開きかけててと、うん、それでもう外務省の話は聞かないでいいと、うん、CNN と NHK で判断するからと、うん、こういう状態になってるっていうことで、うん、今ビビり上がってると、うん、外務省がと、うん、それ一体佐藤さん様子どうなるんだって言ったら、うん、ちょっと待ってくださいって言って、CNN のホームページを開けて、うん、フロリダの中間開票結果見たんですね、うん、それでトランプもが伸びてるからフロリダだけ見たらいいですよと、うん、フロリダでトランプ取ったら行きますから、もう祝電の用意しといた方がいいと思いますと、うん、こう言ったわけですよ、うん、それで実際そういう風になったでしょ、うん、今度はだからもうとにかくトランプと合わせろという風に言って、うん、はい、やるんですかとか言って、はいはい、すぐやりますっていう感じになっちゃったんですよ、うん、ところがね、今そういうことをして TPP で説得したいとか言ってるんだけども、TPP できないって言ってる人でしょ、うん、説得できるはずがない、うん。そうすると今は現地を、取ることできないわけで、逆にこういったところで何か言われちゃったらね、うん、それに縛られるわけですよ。逆に取られちゃうわけだ、はい、現地を。それで、ね、飛んで火にいる謎の虫で日本の方から来たってことなら、それを受けたろうと、うん、それもうオバマ終わりだなって感じになって、うん、オバマ、クリントンは何この人と、うん、それからケリーもみんなそういうふうに思ってると、うん、それトランプって1時間半やってるっていうのは相当のこと話してるわけですよ、うん、相当のことを、はい、その中で温かい雰囲気っていうのは友好的雰囲気ってワーディング使ってないですよね、うん、冷たい雰囲気なんてのは外交の世界で言わないですから、うん、温かい雰囲気っていうのは友好的でなかったってことですよ、うん、ちなみに喧嘩してるときは外交では実務的な雰囲気の中でっていうんです。聞きますよね。実務的な雰囲気。今回は温かな雰囲気。関係を築けると確信したと。はい。何の合意も根拠もないわけ。自分はそう思ったと。主観の世界なんですよ。うん、信頼関係を築くことでできると確信したと。うん、確信ということは向こうから現地が取れてないっていうことですよ、うん。これはもう典型的な失敗したときの会見のやり方ですね。うん、ですから大変です。これは安倍総理、総理官邸の勇み足ですか。総理官邸の勇み足っていうか、総理官邸の勇み足プラス外務省の不作為です。これは止めないといけなかった。はあ、確かに日本だけなんですよね。そう、就任前に会談申し込んで、今に一番最初に会った外国首脳だっていうふうに報道はされてますけど、ね、だからそれは外務省のプロパガンダ、宣伝なんですよ。だから異例のことでそれだけ日本重視と、うん、そうじゃないんですよ。異常なことをして誰もそういうことしないってことなんですよ、うん、だってそうでしょ、うん、これは
権限はあるんだから、うん、それはギリギリまで権限のある大統領ってのは大切にするっていうのは、これが外交の礼儀だし、国家間の礼儀ですよ。うん、安倍さんは今回ペルーで行われます APEC 首脳会議に出席のために、まあ本当はペルーに直接行くはずだったのが、今回はニューヨークによって、そこでまあトランプさんと会ってるわけですよね。はい、で、今度は APEC の首脳会議に行けば当然これオバマさんも出てくるわけですよね。じゃあどの面下げてきたんだよ、心臓ってことになっちゃう可能性もあるんですか？ものすごい冷たい冷ややかな感じで、多分ロシアのことでたっぷり言われますよ。ロシアのことで、ね、何やろうとしてるんだと。うん、ロシアなんてのとんでもない国だからと、うん、この辺言われると思いますよ。だから日露関係の悪影響ありますよ。これは後でお伝えしますけども、プーチンさんの訪日がもうほぼ公式に正式に12月15、16というふうに決まったという、はい、これ心臓どういうつもりなんだってことをオバマさんが言ってくる。東京でやるってことは公式会談だなと、うん、首相官邸か外務省のいくら交換でやるんだなと、うん、ふーんって。今シリアで何やってるんだと、プーチンは、うん、トランプが当選した後、シリアであれだけのもう虐殺に近いような空爆やってるじゃないかと。お前それ是認したんだ。と。ウクライナはと。クリミアに関してお前認めんじゃねえだろうなと。こんな感じになりますよ。ただ、ちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、でも、1月20日が就任ですよね。はい、来年のね、はい。で、それまでの間、レームダックってよく言う死に体の、はい、まあ、政権だって言われてるんですが、じゃあ、今現在のオバマ政権の持ってる力、っていうのは、こう、天秤にかけなきゃいけないと思って、はい、まあ、おそらく安倍さんは、今のうちにトランプさん、話が違うじゃないかって外務省に叱ったっていう安倍さんが、怒りに、まあ、身を任せていっただけのことなのか、天秤はかけてると思うんですけど、それにどうですか？天秤よくかけてないですね。かけてない。それだって天秤かけてんったら、リマの後で行けばいいです。はいはい。リマでオバマと会った後で行けばいいです。うん。これ順番が逆ですよ。ペルーの後にニューヨーク。はい。それならば、少なくとも、オバマとは喧嘩にならないですからね。うん、ですから順番がおかしいです。だから何も考えてない。これは、いや、今の話聞いてると。総理が考えてないのがわかりますよ、うん。外交のプロたちが考えないといけないんですよ。うん、総理、お言葉ですけども、オバマ怒らせたって今いいことないですよ。20日まで何でもできますし、日露会談あるでしょうと、うん。その時に妨害徹底的にできますよと。うん、これはまずいですよと。うん、それだから、まず、オバマさん立って、オバマさんも偉大なことやったし、広島にも来てくれたっていうことで、そういったことを言って、それで国家と国家の関係だからと。それですから大統領が変わることがあっても、国家と国家の関係は重要だし、あなたは大統領職を退いても歴史で大きい業績残された方なんで、私との個人的な関係っていうのはあなたがよろしければぜひ続けてほしいとか、こういうふうにやればいいんですよ。これが外交官のやり方ですよね。でもそういう外務省できないってことですか、今。できないってことですよ。何かビビり上がっちゃってね。うん、その場でなんか脊椎反応みたいなことやってるからこういうことなんですよ。え、何反応？脊椎反応。ビッグとか言って。びっくりしてなんか、痛いとか言って飛び上がるような。条件反射みたいなことで、条件もないようなところで脊椎がパンと反射してるような、そういうような感じなんですよね。うん、でも、外務省の次官ですよ。外務省の事務方ナンバーワンでしょ？いや、次官っていう見方もあるけど、杉山だって見方もありますからね。次官っていうことだったらしっかりしてるように見えるけど、杉山だから変わらずないんですよ。今日もよりストレートさがこう、先鋭化してますけど。それはどうしたかというと、国益を毀損してるような、こういうことやってるものが次官であると。うん、だいたい下手くそで能力のないやつっていうのが、兵隊でいるんだったらそいつが弾に当たって死ぬだけなんですね。うん、こんなのが次官かなんかやったら外務省全滅しますからね。うん、私は外務省のことで心配して言ってるんですよ。まあ、元外務省主任分析官がおっしゃってるわけで、まあ、昔から、ずっと佐藤さんの話聞いていると、杉山めって話はあったんですが、まあ、未だにこれだけ言っても、外務省から一切抗議来ないっていうのも、不思議なんですけどね。これは本当にひどい、今回のは。ああ、そうですか。うん。やらないでいいやら。うん。やらないでいいことをやってしまって、それで傷口を広げてますね。だから、サッカーでいうとこのオウンゴールですよ。オウンゴール、はい。じゃあ今後どうなっちゃうんですか？今後、読めないほどぐじゃぐじゃになり始めてる。うん、日米ということ。日米もそうだし、日露もそうだし。うん、だから大変、うん。本当に良くない、こういうことしちゃったら。じゃあ、もうちょっと戻しますよ。はい、会談中、これ、あくまでも推測でしかないんですけど、佐藤勝さんは、じゃあトランプさんは、結構トランプさんのことずっと見てらっしゃいましたよね。はい、トランプさんはどんな風な感じで安倍さんと接して、どんなことを言ったと思われますか？あ、それは大統領選挙中に言ったのと同じこと言ったと思います。うん、TPP はできないと、うん、それから何半分しか金出してないのかと、うん、思いやり予算が足りねえと、うん、全額出せと、うん、彼が選挙中に言ったことをそのまま繰り返したと思いますよ。およそ 75% 出してますけどね、中期経費、はい、はい。
で、あと 25% 出せよって言ってるんですかね。25% 出せっていうこと。っていうか、とにかく全額出せと。うん。アメリカだったら金困ってんだと。こういう話ですよね。うん、ああ。それが嫌になったら撤退するよっていうことをまで言ってますか。撤退は多分言わないと思いますけどね。お金もっと出せってことは言ってると思いますよ。うん。それからと TPU の価値やらねえと。やらないと。これはっきり言ったと思います。うん。それだから、この緊張した感じの面持ちで、うん、正式な会談ではないので、ここで詳細は明らかにしませんと。うん、正式でない会談だったら、詳細を明らかにしたら山ほどありますよ。うん、本来は、うん、いかにトランプさんとうまくいって、うん、今までのその TPP であるとか、うん、日米安保体制がうまくいったんだっていうことのアピールの場にしたかったわけですよ。うん、それができないような状態だったってことですよね。うん、昨日の国丸ジャパン極み深読みジャパンのコーナーで政治アナリストの伊藤和夫さんが言ってるんですが、はい、昔からよくこう判断を誤ることがよくあるんだけども、首脳同士のこう友好関係と国と国の外交は別だよっていう話を昨日ちょっとお話しされていたんですよね。で、今回、まあ過去で言えば中曽根さんとレーガンさんのロンヤス会談とかありましたよね。はい、あるいはブッシュさんと小泉純一郎さん、もあった。なんか我々からするとすごくその首脳会談が首脳の間がこう仲良くやってるとよく見えちゃうんだけど、それとこれとは別だよっていう。いや、今回の場合ね、そういうような、うん、高い次元に話はないんです。要するに日本は、うん、安倍総理も含めてね、外務省も含めて、クリントン支持だったでしょ。はいはい。クリントンさんのは言いやがったですよね。それでも露骨に、トランプ何なのっていう姿勢をずっと示してあるでしょ。うん、それ突然手のひら返しする人って尊敬されますか？まあ、嫌われますかね。それよりは、そしたらまた手のひら返すだろうと思われるだけですよ。うん、それよりは、うん、国家と国家としての付き合いなんだと。うん、そこのところから入っていった方がいいですよね。うん、個人的に昔から友人だったらいいですよ。うん、そうじゃないでしょ。うん、そういうことは問題なんですよ。じゃあ今佐藤さんがおっしゃった通り、もし会うにしても、まず APEC 首脳会議で、とにかくペルーのリマで会って、オバマさんと会って、はい、その後にニューヨーク行くべきだった。その通りです。せめて。その通りです。順番としては。で、佐藤さんのおっしゃってる通りに、もしこの後ぐちゃぐちゃになってくるとしたら、どうやってこう、これはスピンコントロールで、情報操作をすることでうまくいってるように見せかけるでしょうね。そして今の、官邸周辺の政治部記者の力量だと、外交で何が起きてるかっていうことで十分取材しきれないと思うんですよ。だからそのスピンコントロールで流してる情報が本物と思って、いや、うまくいってるっていう形で、実態と乖離したイメージが広がると思います。昔の大本営発表と同じになっちゃう。同じことになります。もうすでに、さっきの会見が大本営発表ですよ。はぁ、まあ、ここまで、佐藤正さんが断言することってのはあまりないんですけども、ここまで断言して外務省の反応を聞きたいですね。何を言ってんだ、佐藤と。言ってこないんだよな。まあ、志願にも書けないってことなんでしょう。でも、これは外務省の人たち聞いたりし、深刻に考えてほしい。うん、こういうね、脊椎反応みたいな形で、官邸に言われて、覚えめでたくしないといけないって形で、その場その場バラバラのことしたら、日本の国益どうなっちゃうのかと。それよく考えてほしいんですよね。はい。このオウンゴールですよ。オウンゴール。はい。じゃあ今後どうなっちゃうんですか。今後、読めないほどぐじゃぐじゃになり始めてる。うん、日米ということ。日米もそうだし、日露もそうだし。うん。だから大変。うん。本当に良くない、こういうことしちゃったら。じゃあ、もうちょっと戻しますよ。はい。会談中、これ、あくまでも推測でしかないんですけど、佐藤正さんは、じゃあトランプさんは、結構トランプさんのことずっと見てらっしゃいましたよね。はい、トランプさんはどんな風な感じで安倍さんと接して、どんなことを言ったと思われますか？あ、それは大統領選挙中に言ったのと同じこと言ったと思います。うん、TPP はできないと。うん、それから、何、半分しか金出してないのかと。うん、思いやり予算が足りねえと。うん、全額出せと。うん、彼が選挙中に言ったことをそのまま繰り返したと思いますよ。およそ 75% 出してますけどね、中期経費。はい。で、あと 25% 出せよって言ってるんですかね。25% 出せっていうこと。っていうか、とにかく全額出せと。うん、アメリカだったら金困ってんだと。こういう話ですよね。うん、それが嫌になったら撤退するよっていうことをまで言ってますか？撤退は多分言わないと思いますけどね。お金もっと出せってことは言ってると思いますよ。うん、それからと TPU の価値やらねえと。やらないと。これはっきり言ったと思います。うん、それだから、
この緊張した感じの面持ちで、正式な会談ではないので、ここで詳細は明らかにしませんと。正式でない会談だって、詳細を明らかにしたら山ほどありますよ。本来は、いかにトランプさんとうまくいって、今までのその TPP であるとか、日米安保体制がうまくいったんだっていうことのアピールの場にしたかったわけですよ。それができないような状態だったってことですよね。昨日の国丸ジャパン極み深読みジャパンのコーナーで、政治アナリストの伊藤和夫さんが言ってるんですが、昔からよくこう判断を誤ることがよくあるんだけども、首脳同士のこう友好関係と国と国の外交は別だよっていう話を昨日ちょっとお話しされていたんですよね。で、今回、まあ、過去で言えば中曽根さんとレーガンさんのロンヤス会談とかありましたよね。はい。あるいはブッシュさんと小泉純一郎さん、もあった。なんか我々からするとすごくその首脳会談が、首脳の間がこう仲良くやってるとよく見えちゃうんだけど、それとこれとは別だよっていう。いや、今回の場合ね、そういうような、高い次元に話しかけてない。それだって天秤かけてんたらリマの後で行けばいいです。はいはい。リマでオバマと会った後で行けばいいです。うん。これ順番が逆ですよ。ペルーの後にニューヨーク。はい。それならば、少なくとも、オバマとは喧嘩にならないですからね。うん、ですから、順番がおかしいです。だから何も考えてない。これは、いや、今の総理が考えてないのがわかりますよ、うん。外交のプロたちが考えないといけないんですよ。うん、総理、お言葉ですけども、オバマ怒らせたって今いいことないですよ。20日まで何でもできますし、日露会談あるでしょうと、うん。その時に妨害徹底的にできますよと。うん、これはまずいですよと、うん、それだからまずオバマさんと会って、オバマさんも偉大なことやったし、広島に来てくれたっていうことでそういったことを言って、それで国家と国家の関係だからと、うん、それですから大統領が変わることがあっても国家と国家の関係は重要だし、あなたは大統領職を退いても歴史で大きい業績残された方なんで、私との個人的な関係っていうのはあなたがよろしければぜひ続けてほしいとか、うん、こういうふうにやればいいんですよ、うん、これが外交官のやり方ですよね。でもそれ外務省できないってことですか、今。できないってことですよ。何かビビり上がっちゃってね。うん、その場でなんか脊椎反応みたいなことやってるからこういうことなんですよ。え、何反応？脊椎反応。ビンとか言って。びっくりしてなんか、痛いとか言って飛び上がるような。条件反射みたいなことで、条件もないようなところで脊椎がパンと反射してるような、そういうような感じなんですよね。でも、外務省の次官ですよ。外務省の事務方ナンバーワンでしょ？いや、次官っていう見方もあるけど、杉山だって見方もありますからね。次官っていうことだったらしっかりしてるように見えるけど、杉山だから変わらずないんですよ。今日もよりストレートさがこう、先鋭化してますけど。それはどうしたかというと、国益を毀損してるような、こういうことやってるものが次官であると。だいたい下手くそで能力のないやつっていうのが、兵隊でいるんだったら、そいつが弾に当たって死ぬだけなんですね。こんなのが次官かなんかやったら外務省全滅しますからね。私は外務省のこと心配して言ってるんですよ。まあ、元外務省主任分析官がおっしゃってるわけで、まあ、昔から、ずっと佐藤さんの話聞いていると、杉山めって話はあったんですが、まあ、未だにこれだけ言っても、外務省から一切抗議来ないっていうのも、不思議なんですけどね。これは本当にひどい、今回のは。ああ、そうですか。うん。やらないでいいやら。うん。やらないでいいことをやってしまって、それで傷口を広げてますね。だからサッカーで言うと、イサミヤ氏っていうか、総理関係というのイサミヤ氏プラス、外務省の不作為です。これは止めないといけなかった。はあ、確かに日本だけなんですよね。そう。就任前に会談申し込んで、今に一番最初に会った外国首脳だっていうふうに報道はされてますけど。それは外務省のプロパガンダ、宣伝なんですよ。だから異例のことでそれだけ日本重視と、うん。そうじゃないんですよ。異常なことをして誰もそういうことしないってことなんですよ。うん、だってそうでしょ。うん、これは権限はあるんだから、うん。それはギリギリまで権限のある大統領ってのは大切にするっていうのが、これが外交の礼儀だし、国家間の礼儀ですよ。うん、安倍さんは今回、ペルーで行われます、APEC 首脳会議に出席のために、まあ本当はペルーに直接行くはずだったのが、今回はニューヨークによって、はい、そこで、まあトランプさんと会ってるわけですよね。はい、で、今度は APEC の首脳会議に行けば、当然これオバマさんも出てくるわけですよね。で、どの面下げてきたんだよ、心臓ってことになっちゃう可能性もあるんですか？ものすごい冷たい、冷ややかな感じで、多分ロシアのことでたっぷり言われますよ。ロシアのことで、ね、何やろうとしてるんだと。うん、ロシアなんてのとんでもない国だからと、うん、この辺言われると思いますよ。だから日露関係の悪影響ありますよ。これは後でお伝えしますけども、プーチンさんの訪日がもうほぼ公式に正式に12月15、16というふうに決まったという、はい、これ心臓どういうつもりなんだってことをオバマさんが言ってくる。東京でやるってことは公式会談だなと、うん、首相官邸か外務省のいくら交換でやるんだなと、うん、ふーんって。今シリアで何やってるんだと、うん、プーチンは、うん、
トランプが当選した後、シリアであれだけのもう虐殺に近いような空爆やってるじゃないかと。お前それ是認したんだ。と。ウクライナはと。クリミアに関してお前認めんじゃねえだろうなと。こんな感じになりますよ。ただ、ちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、でも、1月20日が就任ですよね、はい、来年のね、はい。で、それまでの間、レームダックってよく言う死に体の、はい、まあ、政権だって言われてるんですが、じゃあ、今現在のオバマ政権の持ってる力っていうのは、こう、天秤にかけなきゃいけないと思って、はい、まあ、おそらく安倍さんは、今のうちにトランプさん、話が違うじゃないかって外務省に叱ったっていう安倍さんが、怒りに、まあ、身を任せていっただけのことなのか、天秤はかけてると思うんですけど、それどうですか？天秤よくかけてないですね。11月18日金曜日9時10分です。文化放送がお送りしています。国丸ジャパン、極み深闇ジャパンです。第3金曜日です。コメンテーターは作家の佐藤勝さんです。今終わったばっかり、先ほど終わったばっかりの会談のニュースから。はい。安倍総理、トランプ氏と初会談です。安倍晋三総理は先ほどニューヨークマンハッタンのトランプタワーにあるトランプ氏の自宅でおよそ1時間半にわたって会談しました。就任前のアメリカ次期大統領と日本の総理による会談は異例で、大統領選勝利後、トランプ氏と外国首脳との会談は初めてとなりました。安倍総理は、アジア太平洋地域の安定と繁栄には、引き続き日米同盟の強化が不可欠など、見解を表明したものとみられます。安倍総理の会談後の記者会見が行われました。はい、要点かいつまんで言いますと、まあ、温かい雰囲気の中で行われましたよと。そして就任前の正式な会談ではないので、ここでの詳細というのは明らかにはしませんということ。日米同盟について記者に聞かれ、安倍総理は、この同盟というのは信頼がなければできないものだが、信頼関係を築くことはできると、確信したというふうにおっしゃっています。まあ内容についてはほとんどもう述べてないということなんですが、さっきオープニングで佐藤勝さんが安倍総理の表情は非常に硬いということと、今回の会談、就任前の次期大統領とのその会談というのは異例だって今純ちゃん伝えてくれましたが、異例というか異常ですね。異常。はい。というのはどういうことかというと、はい、来年の1月の20日までオバマが大統領ですから、その間全権を持ってるわけですから、はい、対日関係だって決めることできるわけですからね。はい、それですから、それまでの間っていうのは、現職重視であるのは当たり前なんです。うん、それだから世界初だっていうのは、こんな異常なことをする国がないっていうだけの話です。うん、このセッティングというのは、いろいろ言われている中で、これ当然、アメリカにいる、笹井大使ですね。いや、こういうからくりなんですよ。官邸の主導で外務省は本当はやりたくないと思ってるはずですよ。官邸主導で外務省やりたくない、はいはい、実際11月の9日の11時過ぎなんですね。うん、鈴木宗男さんから私に電話かかってきたんですよ。はい、私、喫茶店でココア飲んでたらね、急に電話かかってきて、大変だと。安倍総理が怒り心頭に走ってると。その前日に外務省の杉山事務次官が安倍さんのところに行って、外務省の方で調査しましたが、我々の分析で、ヒラリー・クリントンが逃げ切ります、大丈夫ですって報告をしたんですよ。はい、そうしたら違うじゃねえかと、蓋が開きかけててと、うん。それでもう外務省の話は聞かないでいいと。うん、CNN と NHK で判断するからと、うん。こういう状態になってるっていうことで、うん、今ビビり上がってると。うん、外務省がと、うん。それ一体佐藤さん様子どうなるんだって言ったら、うん、ちょっと待ってくださいって言って、CNN のホームページを開けて、うん、フロリダの中間開票結果見たんですね。うん、それでトランプもが伸びてるから、フロリダだけ見たらいいですよと、うん。フロリダでトランプ取ったら行きますから、もう祝電の用意しといた方がいいと思いますと。うん、こう言ったわけですよ、うん。それで実際そういうふうになったでしょ、うん、今度はだからもうとにかくトランプと合わせろと。うん、いうふうに言って、はい、やるんですかとか言って、はいはい、すぐやりますって感じになっちゃったんですよ。うん、ところがね、今そういうことをして TPP で説得したいとか言ってるんだけども、TPP できないって言ってる人でしょ、うん、説得できるはずがない、うん。そうすると今は現地を、取ることできないわけで、逆にこういったところで何か言われちゃったらね、うん、それに縛られるわけですよ。逆に取られちゃうわけだ。はい、現地を。それで、ね、飛んで火にいる謎の虫で日本の方から来たってことなら、それを受けたろうと。うん、それもうオバマ終わりだなって感じになって、うん、オバマ、クリントンは何この人と、うん。それからケリーもみんなそういうふうに思ってると。うん、それトランプって1時間半やってるっていうのは相当のこと話してるわけですよ。うん、相当のことを、はい。その中で温かい雰囲気っていうのは友好的雰囲気ってワーディング使ってないですよね。うん、冷たい雰囲気なんてのは外交の世界で言わないですから、うん、温かい雰囲気っていうのは友好的でなかったっていうことですよ。うん、ちなみに喧嘩してるときは外交では実務的な雰囲気の中でっていうんです。
聞きますよね。やっぱり実務的な雰囲気。今回は温かな雰囲気。信頼関係を築けると確信したと。はい。何の合意も根拠もないわけ。自分はそう思ったと。主観の世界なんですよ。うん、信頼関係を築くことでできると確信したと。うん、確信ということは向こうから言質が取れてないということですよ、うん。これはもう典型的な失敗した時の会見のやり方ですね。うん、ですから大変です。これは安倍総理官邸の勇み足ですか。そう、喫茶店でココア飲んでたらね、うん、急に電話かかってきて大変だと、うん、安倍総理が怒り心頭に走ってると、うん。その前日に外務省の杉山事務次官が安倍さんのところに行って、うん、外務省の方で調査しましたが、我々の分析で、うん、ヒラリー・クリントンが逃げ切ります、大丈夫ですって報告をしたんですよ。はい。そしたら違うじゃねえかと蓋が開きかけててと、うん、それでもう外務省の話は聞かないでいいと、うん、CNN と NHK で判断するからと、うん、こういう状態になってるっていうことで、うん、今ビビり上がってると、うん、外務省がと、うん、それ一体佐藤さん様子どうなるんだって言ったら、うん、ちょっと待ってくださいって言って、その CNN のホームページを開けて、うん、フロリダの中間開票結果見たんですね、うん、それでトランプもが伸びてるからフロリダだけ見たらいいですよと、うん、フロリダでトランプ取ったら行きますから、もう祝電の用意しといた方がいいと思いますと、うん、こう言ったわけですよ、うん、それで実際そういう風になったでしょ、うん、今度はだからもうとにかくトランプと合わせろという風に言って、うん、はい、やるんですかとか言って、はいはい、すぐやりますっていう感じになっちゃったんですよ、うん、ところがね、今そういうことをして TPP で説得したいとか言ってるんだけども、 TPP できないって言ってる人でしょ、うん、説得できるはずがない、うん、そうすると今は現地を取ることできないわけで、逆にこういったところで何か言われちゃったらね、うん、それに縛られるわけですよ。逆に取られちゃうわけだ、はい、現地を。それで飛んで火にいる謎の虫で日本の方から来たってことなら、それを受けたろうと、うん、それもうオバマ終わりだなって感じになって、うん、オバマクリントンは何この人と、うん、それからケリーもみんなそういうふうに思ってると、うん、それトランプって1時間半やってるっていうのは相当のこと話してるわけですよ、うん、相当のことを、はい、その中で温かい雰囲気っていうのは友好的雰囲気ってワーディング使ってないですよね、うん、冷たい雰囲気なんてのは外交の世界で言わないですから、うん、温かい雰囲気っていうのは友好的でなかったっていうことですよ、うん、ちなみに喧嘩してるときは外交では実務的な雰囲気の中でっていうんです。聞きますよね。やっぱり実務的な雰囲気。今回は温かな雰囲気。信頼関係を築けると確信したと。はい。何の合意も根拠もないわけ。自分はそう思ったと。主観の世界なんですよ。うん、信頼関係を築くことでできると確信したと。うん、確信ということは向こうから言質が取れてないっていうことですよ、うん。これはもう典型的な失敗した時の会見のやり方ですね。うん、ですから大変です。これは安倍総理官邸の勇み足ですか。総理官邸の勇み足っていうか、総理官邸の勇み足プラス外務省の不作為です。これは止めなきゃいけなかった。はあ、確かに日本だけなんですよね。そう。就任前に会談申し込んで、今一番最初に会った外国首脳だっていうふうに報道はされてますけど、ね。だからそれは外務省のプロパガンダ、宣伝なんですよ。だから異例のことでそれだけ日本重視と、うん。そうじゃないんですよ。異常なことをして誰もそういうことしないってことなんですよ。うん、だってそうでしょ、うん、これは権限はあるんだから、うん。それはギリギリまで権限のある大統領ってのは大切にするっていうのが、これが外交の礼儀だし、国家間の礼儀ですよ。うん、安倍さんは今回ペルーで行われます APEC 首脳会議に出席のために、まあ本当はペルーに直接行くはずだれとは別だよっていう、い今回の場合ね、うん、そういうような高い次元に話しかけてない。それだって天秤かけてんたらリマの後で行けばいいです。はいはい、リマでオバマと会った後で行けばいいです。うん、これ順番が逆ですよ。ペルーの後にニューヨーク、はい、それならば少なくともオバマとは喧嘩にならないですからね、うん、ですから順番がおかしいです。だから何も考えてない。これは、いや、今の話聞いてると総理が考えてないのがわかりますよ、うん。外交のプロたちが考えないといけないんですよ。うん、総理お言葉ですけども、うん、オバマ怒らせたって今いいことないですよ。20日まで何でもできますし、日露会談あるでしょうと、うん。その時に妨害徹底的にできますよと。うん、これはまずいですよと。うん、それだから、まず、オバマさん立って、オバマさんも偉大なことやったし、広島にも来てくれたっていうことで、そういったことを言って、それで国家と国家の関係だからと。それですから大統領が変わることがあっても、国家と国家の関係は重要だし、あなたは大統領職を退いても歴史で大きい業績残された方なんで、私との個人的な関係っていうのはあなたがよろしければぜひ続けてほしいとか、こういうふうにやればいいんですよ。これが外交官のやり方ですよね。
でもそれ外務省できないってことですか、今。できないってことですよ。何かビビり上がっちゃってね。うん、あ、その場でなんか脊椎反応みたいなことやってるからこういうことなんですよ。え、何反応？脊椎反応。ビンとか言って。びっくりしてなんか、痛いとか言って飛び上がるような。条件反射みたいなことで、条件もないようなところで脊椎がパンと反射してるような、そういうような感じなんですよね。でも、外務省の次官ですよ。外務省の事務方ナンバーワンでしょ？いや、次官っていう見方もあるけど、杉山だって見方もありますからね。時間ということだったらしっかりしてるように見えるけど、杉山だから変わらずないんですよ。今日もよりストレートさがこう、先鋭化してますけど。それはどうしたかというと、はい、国益を毀損してるような、こういうことやってるものが時間であると。うん、だいたい下手くそで能力のないやつっていうのが、兵隊でいるんだったらそいつが弾に当たって死ぬだけなんですね。うん、こんなのが時間かなんかやったら外務省全滅しますからね。うん、私は外務省のこと心配して言ってんですよ。まあ、元外務省主任分析官がおっしゃってるわけで、まあ、昔から、ずっと佐藤さんの話聞いていると、杉山めって話はあったんですが、まあ、未だにこれだけ言っても、外務省から一切抗議来ないっていうのも不思議なんですけどね。これは本当にひどい、今回のは。ああ、そうですか。うん。やらないでいいやら。うん。やらないでいいことをやってしまって、それで傷口を広げてますね。だから、サッカーで言うと、イサミヤ氏っていうか、総理関係というのイサミヤ氏プラス、外務省の不作為です。これは止めないといけなかった。はあ、確かに日本だけなんですよね。そう。就任前に会談申し込んで、今に一番最初に会った外国首脳だっていうふうに報道はされてますけど。それは外務省のプロパガンダ、宣伝なんですよ。だから異例のことでそれだけ日本重視と、うん。そうじゃないんですよ。異常なことをして誰もそういうことしないってことなんですよ。うん、だってそうでしょ、うん。これは権限はあるんだから、うん。それはギリギリまで権限のある大統領ってのは大切にするっていうのが、これが外交の礼儀らしかった。はあ。確かに日本だけなんですよね。そう。就任前に会談申し込んで、今に一番最初に会った外国首脳だっていうふうに報道はされてますけど。それは外務省のプロパガンダ、宣伝なんですよ。だから異例のことでそれだけ日本重視と、うん。そうじゃないんですよ。異常なことをして誰もそういうことしないってことなんですよ。うん、だってそうでしょ。うん、これは、権限はあるんだから、うん、それはギリギリまで権限のある大統領ってのは大切にするっていうのが、これが外交の礼儀だし、国家間の礼儀ですよ。うん、安倍さんは今回ペルーで行われます APEC 首脳会議に出席のために、まあ本当はペルーに直接行くはずだったのが、今回はニューヨークによって、はい、で、そこで、まあ、トランプさんと会ってるわけですよね。はい、で、今度は APEC の首脳会議に行けば、当然これ、オバマさんも出てくるわけですよね。で、どの面下げてきたんだよ、心臓ってことになっちゃう可能性もあるんですか？ものすごい冷たい、冷ややかな感じで、多分ロシアのことでたっぷり言われますよ。ロシアのことで、ね、何やろうとしてるんだと。うん、ロシアなんてとんでもない国だからと、うん。この辺言われると思いますよ。だから日露関係の悪影響ありますよ。これは後でお伝えしますけども、プーチンさんの訪日がもうほぼ公式に正式に12月15、16というふうに決まったという。これ、晋三どういうつもりなんだってことを、オバマさんが言ってくる。東京でやるってことは公式会談だなと。うん、首相官邸か外務省のいくら交換でやるんだなと。うん、ふーんって。今、シリアで何やってるんだと、プーチンは。トランプが当選した後、シリアであれだけのもう虐殺に近いような空爆やってるじゃないかと。うん、お前それ是認したいんだ。ふーんと。ウクライナはと、うん。クリミアに関してお前認めんじゃねえだろうなと。うん、こんな感じになりますよ。ただ、ちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、でも、1月20日が就任ですよね。はい、来年のね、はい。で、それまでの間、レームダックってよく言う死に体の、はい、まあ、政権だって言われてるんですが、じゃあ、今現在のオバマ政権の持ってる力、っていうのは、こう、天秤にかけなきゃいけないと思って、はい、まあ、おそらく安倍さんは、今のうちにトランプさん、話が違うじゃないかって外務省に叱ったっていう安倍さんが、怒りに、まあ、身を任せていっただけのことなのか、天秤はかけてると思うんですけど、それどうですか？天秤よくかけてないですね。かけてない。それだって天秤かけてんったら、リマの後で行けばいいです。はい、はい。リマでオバマと会った後で行けばいいです。うん。これ順番が逆ですよ。ペルーの後にニューヨーク。はい。それならば、少なくとも、オバマとは喧嘩にならないですからね。うん、ですから順番がおかしいです。だから何も考えてない。これは、いや、今の話総理が考えてないのがわかりますよ、うん。外交のプロたちが考えないといけないんですよ。うん、総理、お言葉ですけども、うん、オバマ怒らせたって今いいことないですよ。20日まで何でもできますし、日露会談あるでしょうと、うん。その時に妨害徹底的にできますよと。うん、これはまずいですよと。うん、それだから、まず、オバマさん立って、オバマさんも偉大なことやったし、広島にも来てくれたっていうことで、そういったことを言って、
まあ、志願にも書けないってことなんでしょう。でも、これは外務省の人たち聞いたりし、深刻に考えてほしい。こういうね、脊椎反応みたいな形で、官邸に言われて、覚えめでたくしないといけないって形で、その場その場でバラバラのことしたら、日本の攻撃どうなっちゃうのかと。それよく考えてほしいんですよね。はい。このオウンゴールですよ。オウンゴール、はい、じゃあ今後どうなっちゃうんですか。今後読めないほどぐじゃぐじゃになり始めてる、うん、日米ということ。日米もそうだし日露もそうだし、うん、だから大変、うん、本当に良くない。こういうことしちゃったら、じゃあもうちょっと戻しますよ、はい、会談中、これあくまでも推測でしかないんですけど、佐藤勝さんはじゃあトランプさんは、結構トランプさんのことずっと見てらっしゃいましたよね、はい、トランプさんはどんな風な感じで安倍さんと接してどんなことを言ったと思われますか。あ、それは大統領選挙中に言ったのと同じこと言ったと思います、うん、TPP はできないと、うん、それから何半分しか金出してないのかと、うん、思いやり予算が足りねえと、うん、全額出せと、うん、彼が選挙中に言ったことをそのまま繰り返したと思いますよ。およそ 75% 出してますけどね、中期経費、はい、はい、あと 25% 出せよって言ってるんですかね。 25% 出せっていうことっていうか、とにかく全額出せと、うん、アメリカだったら金困ってんだと、こういう話ですよね、うん、それが嫌だったら撤退するよっていうことをまで言ってますか。撤退は多分言わないと思いますけどね。お金もっと出せってことは言ってると思いますよ。うん、それからと TPP の価値やらねえ。やらないと。これはっきり言ったと思います。うん、それだから、この緊張した感じの面持ちで、うん、正式な会談ではないので、ここで詳細は明らかにしませんと。うん、正式でない会談だったら、詳細を明らかにしたら山ほどありますよ。うん、本来は、いかにトランプさんとうまくいって、うん、今までのその TPP であるとか、うん、日米安保体制がうまくいったんだっていうことのアピールの場にしたかったわけですよ。うん、それができないような状態だったってことですよね。うん、昨日の国丸ジャパン極み深読みジャパンのコーナーで、政治アナリストの伊藤麻生さんが言ってるんですが、はい、昔からよくこう判断を誤ることがよくあるんだけども、首脳同士のこう友好関係と国と国の外交は別だよっていう話を昨日ちょっとお話しされていたんですよね。で、今回、まあ過去で言えば中曽根さんとレーガンさんのロンヤス会談とかありましたよね。はい、あるいはブッシュさんと小泉純一郎さん、もあった。なんか我々からするとすごくその首脳会談が、首脳の間がこう仲良くやってるとよく見えちゃうんだけど、それとこれとは別だよっていう。いや、今回の場合ね、そういうのは、トランプが当選した後、シリアであれだけのもう虐殺に近いような空爆やってるじゃないかと。お前それ是認したんだ。と。ウクライナはと。クリミアに関してお前認めんじゃねえだろうなと、うん、こんな感じになりますよ。ただそのちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、でも1月20日が就任ですよね、はい、来年のね、はい、でそれまでの間レームダックってよく言う死に対りの、はい、まあ、政権だって言われてるんですが、じゃあ今現在のオバマ政権の持ってる力っていうのはこう天秤にかけなきゃいけないと思って、はい、まあ、おそらく安倍さんは今のうちにトランプさん話が違うじゃないかって外務省に叱ったっていう安倍さんが怒りにまあ身を任せていっただけのことなのか、天秤はかけてると思うんですけど、それどうですか。天秤よくかけてないですね。11月18日金曜日9時10分です。文化放送がお送りしています、国丸ジャパン極み深読みジャパンです。第3金曜日です。コメンテーターは作家の佐藤勝さんです。今終わったばっかり、先ほど終わったばっかりの会談のニュースから、はい、安倍総理トランプ氏と初会談です。安倍晋三総理は先ほどニューヨークマンハッタンのトランプタワーにあるトランプ氏の自宅でおよそ1時間半にわたって会談しました。就任前のアメリカ次期大統領と日本の総理による会談は異例で、大統領選勝利後、トランプ氏と外国首脳との会談は初めてとなりました。安倍総理はアジア太平洋地域の安定と繁栄には引き続き日米同盟の強化が不可欠など見解を表明したものとみられます。
安倍総理の会談後の記者会見が行われました。はい、要点かいつまんで言いますと、まあ、温かい雰囲気の中で行われましたよと。そして就任前の正式な会談ではないので、ここでの詳細というのは明らかにはしませんということ。日米同盟について記者に聞かれ、安倍総理は、この同盟というのは信頼がなければできないものだが、信頼関係を築くことはできると、確信したというふうにおっしゃっています。まあ内容についてはほとんどもう述べてないということなんですが、さっきオープニングで佐藤勝さんが、安倍総理の表情は非常に硬いということと、今回の会談、就任前の次期大統領とのその会談というのは異例だって今、純ちゃん伝えてくれましたが。異例というか異常ですね。異常。はい。というのはどういうことかというと、はい、来年の1月の20日までオバマが大統領ですから、その間全権を持ってるわけですから、はい、対日関係だって決めることできるわけですからね。はい、それですから、それまでの間っていうのは、現職重視であるのは当たり前なんです。うん、それだから世界初だっていうのは、こんな異常なことをする国がないっていうだけの話です。うん、このセッティングというのは、いろいろ言われてる中で、これ当然、アメリカにいる、笹井大使ですね。いや、こういうからくりなんですよ。官邸の主導で、外務省は本当はやりたくないと思ってるはずですよ。75% 出してますけどね、中期経費。はい。で、あと 25% 出せよって言ってるんですかね。25% 出せっていうこと。っていうか、とにかく全額出せと。うん。アメリカだったら金困ってんだと。こういう話ですよね。うん、ああ。それが嫌になったら撤退するよっていうことをまで言ってますか？撤退は多分言わないと思いますけどね。お金もっと出せってことは言ってると思いますよ。それからと TPU の価値やらない。やらないと。これははっきり言ったと思います。それだから、この緊張した感じの面持ちで、正式な会談ではないので、ここで詳細は明らかにしませんと。正式でない会談だって、詳細を明らかにしたら山ほどありますよ。本来は、いかにトランプさんとうまくいって、今までのその TPP であるとか、日米安保体制がうまくいったんだっていうことのアピールの場にしたかったわけですよ。それができないような状態だったってことですよね。昨日の国丸ジャパン、極み、深読みジャパンのコーナーで、政治アナリストの伊藤和夫さんが言ってるんですが、はい、昔からよくこう判断を誤ることがよくあるんだけども、首脳同士のこう友好関係と国と国の外交は別だよっていう話を昨日ちょっとお話しされていたんですよね。で、今回、まあ、過去で言えば中曽根さんとレーガンさんのロンヤス会談とかありましたよね。はい、あるいはブッシュさんと小泉純一郎さん、もあった。なんか我々からするとすごくその首脳会談が、首脳の間がこう仲良くやってるとよく見えちゃうんだけど、それとこれとは別だよっていう。いや、今回の場合ね、そういうような、高い次元に話はないんです。要するに日本は安倍総理も含めてね、外務省も含めてクリントン支持だったでしょ。はいはい。クリントンさんのは言いやがったんですよね。それでも露骨に、トランプ何なのっていう姿勢をずっと示してあるでしょ。それ突然手のひら返しする人って尊敬されますか？まあ、嫌われますかね。それよりは、そしたらまた手のひら返すだろうと思われるだけですよ。それよりは、国家と国家としての付き合いなんだと。そこのところから入っていった方がいいですよね。個人的に昔から友人だったらいいですよ。そうじゃないでしょ。そういうことは、じゃあ今佐藤さんがおっしゃった通り、もし会うにしても、まず APEC 首脳会議で、とにかくペルーのリマで会って、オバマさんと会って、はい、その後にニューヨーク行くべきだった。その通りです。せめて。その通りです。順番としては。で、佐藤さんのおっしゃってる通りに、もしこの後ぐちゃぐちゃになってくるとしたら、どうやってこう、これはスピンコントロールで、情報操作をすることでうまくいってるように見せかけるでしょうね。そして今の、官邸周辺の政治部記者の力量だと、外交で何が起きてるかっていうことで十分取材しきれないと思うんですよ。だからそのスピンコントロールで流してる情報が本物と思って、いや、うまくいってる、うまくいってるっていう形で、実態と乖離したイメージが広がると思います。昔の大本営発表と同じになっちゃう。同じことになります。もうすでに、さっきの会見が大本営発表ですよ。はあ、まあ、ここまで、佐藤勝さんが断言することってのはあまりないんですけども、ここまで断言して外務省の